ゴンドラに乗った景色でも見ない。街全体が迷路みたいなもんだな。迷子になるなよ。よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。ウィスカムはあんたの恋人か？どうでもいいところが気になるのね。雑談したくて呼んだんじゃないの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。ここに連れてきてくれ。気が早いわね。少しは話を聞きなさい。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？何でもいいじゃねえか。カンナギなら何をしてもいいの？そんな態度で神様に望むつもり？私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神、旅に出たっぽいわ。そう、素敵な表現ね。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうとうちで戦争されては困るわ。けど神様じゃ仕方ねえよ。じゃあ町への被害も黙認しろと？何も考えていないようね。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。やだ、めんどくせえ。儀式はどうするの？冗談だと受け取っておくわ。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。
それは俺に帝国と戦えってことか。一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。頭下げな。頼まれてやる。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶなら、その時はカンナギも王も切る。俺もそうしていいのか。上に立つ者として誰にでもいい顔はできないでしょ。犠牲者は出さねえよ。へえ、面白いこと言うわね。少し父親とは毛色が違うわ。どう転ぶかしら。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。頼りないけれど仕方ないわ。とりあえず頑張ってちょうだい。ああ。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ、王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。何かあれば海の底に捨てるって話なら、奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。
分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。着いた？ああ。作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。からも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。